はい、皆さんこんにちは、島田祐介です。今日もやっていきたいと思いますが、今日のテーマは知らなきゃ損する確定申告って何っていうのをお伝えしたいと思います。申告って何なんだろうなっていうので、僕も別に毎年税理士さん頼んでます。税理士さんに頼んでるんですけど、一般的な知識自体は知った上で頼んだ方が絶対的にいいんですよね。自分がどういう控除を使えるのかなとか、まあ、こういうレシート取っといた方がいいっていうので、で最終的に税理士さんと相談しながらやっていくんですけど、全く何も知らないでいきなり税金これですって言われちゃうとちょっとやっぱり怖いですよね。なんである程度は一般的な知識は知っといてほしいなっていうので、今回のちょっとテーマを扱ってみたいなと思いますが、そもそも確定申告って何のためにするかっていうと、個人の場合は所得税と住民税を決めるためにやるんですけど、毎年、まあ、僕もやってますが、1月1日から12月31日まで、まあ、1年間僕はこれだけ所得ありました、だからこれだけ所得税払いますねっていうのを税務署に申告するものになります。でですね、これ確定申告すると税務署から市町村に一旦通知が行くので、まあ、自動的に住民税も決まるっていう仕組みになってまして、まあ、両方それで決まっていくんですけど、ちなみにどういう人が申告するかっていうと、まあ、原則として所得の種類はいろいろあるんですけど、今回省きますね。自分の所得から経費を引いて、まあ、プラスなら申告がいりますよっていうのが大原則になります。ただ会社員の人とか、いわゆるサラリーマンの人とかってあんまりしないですよね。あれはなんでかっていうと、会社がよく年末調整っていうのをやります。聞いたことありますか？よくなんかこう年末が出てくると書類出してくださいみたいなのをやってるんですけど、年末調整はちょっとまた違う回で扱えればなと思うのでちょっと飛ばしますが、まあ、会社員は基本的にやりません。ただ会社員の中でも給与が2000万円超えてますとか、実は僕副業やってて20万円以上稼いでますっていう人は確定申告が必要になってきます。テロップにこういう人は確定申告やりましょうって書いてるので、ちょっとで、確定申告じゃあいつやるのかっていうと、2月の16日から3月15日までが、まあ、原則です。まあ土日払うとちょっと変わったりしますけどね。今本当にまさに僕は準備中なんですけど、期限過ぎると無申告河川税とか延滞税とかみたいなのが来ちゃうっていう可能性もあるみたいなので、必要な人は早めにやりましょう。で、申告するときに絶対知っといてほしいのが、ここに書いてあるんですけど、青色申告と白色申告っていうのがあります。なんかよく青色って聞きません？まあ、青色申告は絶対的にいいんですけど、僕も青色申告でやってるんで、これ、まず青色と白色、どう違うかっていうと、なるべく難しい言葉は使わないんですけど、白色申告って単純に単式簿記っていうやり方なんですよ。お金の出入りだけ書いてる簿記。で、それに対して、青色申告ってちょっと複雑なんですよ。事前に税務署に申告出したりとか、複式簿記っていうのをやらないといけないんで、言葉の説明はググって調べてほしいんですけど、結論から言うと、青色申告の方がいいです。いくつかメリットがあるんですよ。代表的なので言うと、65万円の基礎控除が使える、控除が使えるとかですね。あとは3年間赤字の繰り越しができるとか、まあその他もあるんですけど、ちなみに来年、令和2年以降の申告に関しては、この65万円と55万円に上がるっていう、ちょっと残念なお知らせもありましたが、まあ今のところは、どっちにしても青色申告がいいので、まあこれはぜひ使いましょうっていうところ。じゃあ具体的に確定申告の仕組みをちょっと見ていきたいんですけど、ここに図を載せてます。簡単に載せたやつなんですけど、売上から毎月自分が年間でこれだけ売上があると、でそこから経費引きます。でさらにそこから引けるのがこの控除っていうのがあります。さっきちょっと青色申告とかでお話したみたいにこう65万引くとかっていう控除ですね。でなんだかんだ引いた後に残ったのがこの課税所得ですと。でこの課税所得に税率をかけていって所得税を出していくっていうのが確定申告の仕組みなんですけど、まあ、例えば売上が1000万ありました。で経費で、例えば経費っていろいろありますよね。交際費とか。だからみんなレシート取っとくんですよ。フリーランスの人とか自営業の人って、よくご飯行った時にレシートちょうだいとか、タクシー乗った時に領収書くださいみたいな感じで、領収書必ず取っといてください。でちなみにじゃあサラリーマンの場合って経費っていう概念あるのかないのか、基本的にないんですよ。サラリーマンの人って基本的に経費なんていう概念はないので、ただでも丸々課税されてちょっとかわいそうじゃないですか。なのでみなし経費っていう言い方でいいのかなと思うんですけど、ある程度給与所得控除っていうのでカバーされてます。なのでサラリーマンの場合は収入から給与所得控除って引いてくれるので、まあ、そこでフリーランスの人と、まあ、結構差を言いずりしようっていうのでやってます。
で、ちょっとぜひ知っといてほしいのが控除の種類なんですよ。ここ結構僕もいろいろやってるんですけど、いわゆる所得控除って言われるもので、だいたい14個15個ぐらいあります、細かいのまで入れると。で、代表的なので言うと医療費控除とか、よくね、あの病院の領収書とか風邪薬や買ったやつとかよく言いますよね。で、生命保険の控除って毎年届きません？だいたい年末近くなってくると生命保険会社から生命保険料控除みたいなのが届くんで、地震保険とかもそうですよね。最近話題だったのがふるさと納税ありますね。いわゆる寄付金控除っていうので、ふるさと納税したらその分市とか町からこれだけ寄付してもらいましたよっていうので、その分丸々引けるみたいなので、もちろんこの控除が大きければ大きいほど、まあ自分の課税所得自体が下がるんで、って考えると課税所得が小さくなれば、もちろん自分の所得税が安くなるよっていうので、みんなこういう控除をいっぱい使います。なので自分がどういう控除を使えるかっていうのはぜひ調べてほしいなっていうところです。もしこれ控除使えるのかなっていうのは、まあ、税理士さんとか税務署に聞いていただいてもいいのかなと思いますので、僕もですね5個ぐらい使って、あとは小規模企業共済のやつも入ってますし、生命保険で源泉徴収票に社会保険料こんだけ払いましたっていう社会保険料控除とかもあるんで、結構そういうの合わせていくと結構課税所得を抑えれるんですよね。なのでこの控除が結構重要になってきます。まあ、最後になるんですけど、確定申告しなくてもいいんですかっていうのは、まあ、雑談の中でよく出てくるんですけど、しなくていいとはもちろん言えないですよね。ぜひしてほしいんですけど、仮に確定申告しなかったら、もちろんあの場合によっては税務署から指摘いきます。確定申告してくださいねって言って期限後申告っていう感じになるので、まあ、無申告加算税とかかかってきますし、税務署から指摘されて申告するとちょっと料金高かったりするんですよ。まあ、後から自分で遅れた分が安かったりするんですけど、まあ早めに越したことはね、期限内にちゃんとやればいいのかなと思うので、申告が必要かどうかっていうのは税務署に聞けば分かりますし、まあ、税理士さんに聞くのが一番硬いので、分からない人は税理士に聞いてみましょう。で、まとめなんですけど、税理士みたいに細かい知識って別に必要ないんですよ。今日話したみたいに売上がこんぐらいあって、所得自分がこういう控除使えるんだと、使えるのかなっていう、だいたいこの仕組みさえ知ってれば税理士さんいろいろ聞けるじゃないですか。そのために税理士さんがいるんで、ただ何も知らないで損するのはもったいないと。だから一般的な知識は持っといた方がいいですよっていうので、今日はこういう回をやらせていただきました。ということで今回はですね、確定申告の仕組みはこうですよっていうのを送りましたということで、まとめでまた図を載せてますので、売上引く経費で、さらに控除があって、課税所得があると、課税所得に応じて税率がかけられていくっていうふうになってます。本当はこれに税額控除とかいろいろあるんですけど、またそういうの細かいところに出したらいろいろキリがないので、まあ、大まかな仕組みだけ今日は知っていただければいいと思います。ぜひ皆さん3月15日まで確定申告やりましょうということで、ぜひですね、ツイッターでも情報発信やってますので、フォローの方よろしくお願いします。あと、YouTube チャンネル、このまま下の方に行けばポチッと押せますので、チャンネル登録お願いします。では、また皆さんお会いしましょう。さよなら。